ヒロアカで桃太郎、ツッコミ役はミネタでお送りします。昔々あるところにおじいさんとショートがいました。ショート？おじいさんは山に芝刈りに、ショートは川を凍らせていました。桃太郎は氷漬けになりました。カン！いや終わっちゃったよ。ヒロアカで桃太郎、なんやかんやで助かった桃太郎は成長して鬼ヶ島にいるという鬼を倒しに行くために旅立つことになりました。桃太郎よ、旅にはこれを持って行きなさい。きっと役に立つ。ヒーロー仮免許じゃ。なんて？おじいさんから桃太郎はヒーロー仮免許を渡されました。これを渡せば仲間になってくれるものも出るじゃろう。気をつけるのだぞ。待て、俺も欲しい。仲間にしてくれ。ショートが仲間になりました。いや、おばあさんポジじゃなかったの？仮免試験引きずってるよね。ヒロアカで桃太郎、ショートを仲間にした桃太郎は鬼ヶ島に向かって進みます。おいクソ肉、てめえ仮免許よこせ。草むらからカッちゃんが現れました。デトロイトスマッシュ。桃太郎は倒しました。ゲランデコン。いや終わってねえし、倒されてねえ。あ、ごめん、顔がヴィランだったから。ぶっ殺すぞ。これあげるから許してよ。最初からよこせ。カッちゃんが仲間になりました。いいのかこれで。ヒロアカで桃太郎、ショートとカッちゃんを仲間にした桃太郎は鬼ヶ島に向かって進みます。桃太郎さん、仮免許くださいな。お茶子が現れました。僕たちは鬼ヶ島に行くんだ。危険な旅だから、君が何ができるか教えてくれないかな。私は無重力を作れるよ。こうやって自分を浮かすこともできるよ。そう言って、お茶子が浮いた時、ショートとカッちゃんが喧嘩を始めました。あんてめえ、俺の前歩くなって言っただろ。後ろにいればいいのか。いや、そうだけど、そういうことじゃねえんだ。お茶子！ヒロアカで桃太郎、お茶子が飛んでいってしまったので、桃太郎はショートとカッちゃんと3人で鬼ヶ島に乗り込みます。ここが鬼ヶ島か。え、なんか凍ってる？私が凍った！鬼の親分が凍った状態で現れました。あの、なんで凍ってるんですか？いや、なんか急に川の方から氷がやってきて飲み込まれたんだよね。あ、ショートは川を凍らせていました。お前か。とりあえず倒してもいいですかね。え、ちょ、待っスマッシュ。こうして9割ショートの活躍で鬼を倒した桃太郎は鬼ヶ島にあった財宝を持ち帰って幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。悪号必要なかったんじゃね。言うわ。おしまい。